自分がやっているときにはこれでいいのかなと思いながらだったのではい。ほんまに初めてやったんですかあれほんに初めてだんですめちゃくちゃうまかったですよ、ね、いや逆ですよ私すっごい小杉さんうまいと思っていや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 ほんまあの<や>ちょっと今気持ち悪い瞬間になってますけどもはい <laughs>、はい、徐々に左行動していますありがとうございますはいよろしいです内ちさんは、はい、アフレコ初体験、はい 初体験でしたいかがでししたたいかかがあの私は小さい頃から、はい、あの外国の映画を見て日本の女優さんが演じられてるのを聞いて育っているのでそれでもう自分がやれるってなった時はあのいやいや嬉しいと思って、はい、なんとかなんとかそのキャラクターを壊さないように映画を壊さないように頑張ろうと思って。 あのいっぱいもスタジオで練習して僕はマイベルド作品好きっていうのが伝わっててなんか小杉さんにやってもらえるキャラクターないかなと思ってたんですみたいな話を何回かしてて、えー、ようやく小杉さんにぴったのキャラ見つかりましたって言ったらあの太ってて明るいやつって役やったんですけど <laughs> <laughs> 6つの角砂糖に六つのトークテーマ書かれていますまずはじゃあ、はい、内田さんはいはいとトークテーマこちらですそうですねはい気になる人ありがとうございます気になる人これはい。 大丈夫ですかまあ、そんな方たくさん来てますけど、なんか、大丈夫ですか?。<気に S 1> こんなにる人。いや、もちろん、名前は言い,いませんよ。いるんですかじゃあ。ええー。まあ、そりゃいますよ。もう、39ですし。し今年四十、ね。ええー、誰ですか?すか。ちょっと、いい,いですか?。これ、みんなの前では、ちょっと難しいで。あ、いや,いや、いや。でも、あの、その人はね。はい。ある目標を持って、頑張ってるような人なんですよ。で、あの、その夢に向かって、頑張るんだけど。空回りしちゃったり、失敗したり、してる人ですね。 で私はそ,その彼を応援したいんです、すごい。はあはあ、で、まあ、まあ見た目はなんとも言えないんですけども、はい、でも、実はね、ちょっと気になることがすごいあるんですね、身長が1.5、はい、センチしかないいやそれアントマンですやん、それ。お当たり、あ違う最初にして、うん、最大のヘアセットの話といいますか。 こ,のね、今こういう状態で皆さんと喋ってますからこういうイメージが強いと思うんですけどもすごいドライヤーで空気をフッと入れて膨らましてふんわりさ、えー、持ってる髪の毛を最大にふんわりに刺してセットするんで <laughs> あの芸人の楽屋の間で僕、綿菓子のおっさんって言われてるんですが <laughs> おめでとうございます 生でアフレコを披露することができますおめでとうございましたどこがどこが当たりやねん、それのあああー,あー降りろ降りろ何してんだ降りろー終わりありがとうございました